なんていうの、ラストステージです。頑張ろそれ感じ悪いからなんか俺がこれ言って皆さん笑ったってことは皆さんそう思ってるってことなんだよね。猿っぽいんだもんだって。ほらやめて、もういいから、ほらつい切れなさい、頑張るぞって。ほらね、まあ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 じゃねえわ。なんでお前になだめらんなきゃいけねえんだよ。頑張れって、早くスイッチオン。ジェニーねえ、スイッチオン。拍手もらったけど分かりやすいな。ありがとうございます。もうすいませんでした本当ね。もうはい、立ってください。よかったね、もう皆さんにスイッチ入れてもらえたからね。立ってっつったの。はい、頑張ってよ。ほうです。もうどうですか、めちゃめちゃ姿勢いいでしょ。そう、まずね、2本の足で立ってるこの状態、実はこれもう芸ですからね。まあ、本人おかしいなってちょっと違和感感じてますけどね。さあ今日はですね、さらにこれちょっとレベル上げてね、玉乗りで凄さ表現できたらなって思います。じゃあ塾さん、ちょっとまずね、しっかりバランス感覚見てもらおうね。乗ってください。ほらね、 OK。じゃあですね、皆さん今から立ち上がるんですけど、立ち上がった瞬間ちょっと嘘でもいいんで一発デカめのちょっとおーっていうのもらっていいですか。皆さんの盛り上がってる雰囲気が人を集めます。よろしくお願いします。His stand up is please can you say oh。 よろしくお願いします。いきます。立って頑張れ。ちょっと伝わりましたね。ありがとうございます。さあ、じゃあね、今から手離します。5秒キープできたら褒めてあげてください。せーの、5、4、3、2、1。よし、 OK、 いいね。ありがとうございます。はい、さあじゃあさらにレベルアップいきましょう。これなんとね、2本足で1周頑張ります。自分で立ち上がる。立って、スタート。そうだ、ありがとうございます。そう、転ばないでよ。気をつけて気をつけて。そうそうそう、さあ真ん中で降ります。なんと、はい、頑張れ。ボケません。いいね、ありがとうございます。まずは玉乗りでした。はい、よくやったね。ほら、ジュニー、はい、もううまくいったらハイタッチ。やったねーわ。ハイタッチ、ね、違う違う違う、まあまあまあじゃねえ、違う、当てに来い、パンって。ほらやったね、足かえ。もうもうこいつかわいくない。もうなんか最近でもかわいい、かわいいに決まってんだろ。なんだその足、教えてねえんだ俺。はい、ね、もうせっかくなんで改めてご挨拶させてもらって、ここから頑張っていきたいと思います。じゅくん、立ち位置考えてください。もうちょっと後ろバック、はい、もう2歩ぐらいかな。
はい、ほらね、はい、はい、本日ですね、お付き合いさせていただきます我々日光猿軍団劇場からやってまいりました。反省でおなじみ太郎次郎一門の人間ジュニアとお猿のジュニアでジュニアジュニアと申します。どうぞ最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ちゃんと頭をつけるようにお願いします。頭つけて、はい、そうだね、立ってください。受験あるよ、立つ。はい、行きましょう。さあ、じゃあですね、ここからハードル使ってハードルジャンプ、まずは挑戦していきたいと思います。はい、そのあからさまなカメラ意識やめてもらっていいかな。なあ、シャッターチャンスでーすじゃねえんだお前。ほらこっち向きなさいね、こっちね、芸人主義の、そう、まあまあまあやめろ。あいつムカつくんですよ。じゃあもう行きましょう。はい、じゃあまずね、ルールなんですけど、飛ぶとき倒しちゃいけない、ただそれだけです。はい、このもしもですね倒してしまったら残念ながらその場で終了とさせていただく非常に厳しい芸なんです。それでは行きましょう。まずは1個後ろです。おまんだろ、やりや早く真剣にやんなさいよ。頑張ってね。はい、それじゃあ行きましょう。まずはハードル1個、頑張れ。よし、オッケー、いいね、いいね、ありがとうございます。はい、ほらな、お前のせいで同じような写真しかなくなんだぞ。さあ、どんどん行きましょう。さあ、数をね、増やしてまいります。続いて2つ、頑張れ。はい、なんとまとめてジャンプ、ありがとうございます。はい、じゃあもういよいよですね、もうなんと一気に3つ、もうどうですか、結構広いですからね、もうね、これをまとめて取り込みます。変なもん食べない、頼むよ。さあ、成功したら褒めてあげてください。今日3つ頑張れ。よーしゃー、いいね、やったー、イエイ、ありがとうございます。はい、もうめちゃめちゃ調子いいですからね。じゃあ今日はね、もう高さも挑戦していきたいと思います。ね、もうね、一気にいってみたいと思います。なんと限界の3段。あのいつもだと、あのおーとか、今の皆さんのリアクションどうだった？やめろやめろやめろ。なあ、お前、誰がお前声出せって脅すんだ。これ使う場合は金だ。なあ、ジュニアと危ねえか、なめんな、いちいち。ねえ、ねえ、バーンになったらどうすんだよ。例えばだよ。いいから。すいませんね、ほんとね、もう立ってくださいよ、ほら。はい、順君、じゃあ、ね、すいません、皆さん、もう一回だけちょっと全力のおーをもらっていいですか。もう、いきますよ。もう、なんと、こちらです。おー、今のリアクションは、順君、ね、どう、ね、ダメじゃねえよ、お前。OK だ、OK、OK でしょ。すいませんね、ほんとね。はい、じゃあ、そう、立ってくださいよ、ほら。いきますよ。さあ、じゃあ、いきましょう、縦三段。さあ、もうこの高さで皆さんに見てもらいたい技なんですけど、なんとですね、今からやるのが日本でジュニアしかできない芸なんです。あいつ本当はすごいんですよ。ただ一瞬ですからね、まばたきなしでご覧ください。頑張れ、グレンチ。ハードル全中ご覧いただきました。はい、オッケー。さあ、これじゃね、今日の最後の芸、突入していきたいと思います。よいしょ。さあ、最後ですね、大きな階段の芸に挑戦です。ありがとう。ねえ、偉いでしょ、もうコンビ愛ですよ、皆さんね。なんやかんやね、こうお互いね、やっぱこう思いやることができると、ね、これが信頼関係ですよ。邪魔なんだお前、ほらどけや、ほら13キロあんだぞ、ほら早く頑張んなさい、ほら頼むよ。さあ、お待たせしました、行きましょう。最後の芸です。どんな芸かは見てのお楽しみ。そうだ、
パヤパヤ最高でしょこれ。さあもうどんどん行きましょうね。もう間を広げていきたいと思います。よーし、頼むよ。絶対休憩今じゃねえよ。降りなさい、降りなさい。ちっちゃい抵抗やめろって。降りて、早く早く全部。いいから急いで、ほら頼むよ、ほら頑張れ。ジャニー、はい、すみません、2回目そうだ、飛んで逆落ち、ありがとうございます。はい、さあお待たせしました。できてねえんだよ。待って待って待って、失敗だろうがな。まあまあやめろ。なお前いちいち俺なだめんじゃねえわこれ。本当に、まあでもね、まあ、確かに結構ハードなことやってるしね、まあ、限界はね近いのかもしれないんですよ。ね、じゃあもう今日は限界。もうちょっと受ける予定だったんですけど。海外の方多いんだから、お前シンプルに事故みたいな空気流れてるの今。いや、もうちょっとね、わざとらしくやろう。じゃあ、今からじゃあ、俺がなんと限界が来てしまいましたって振るから、順に同時にバタン。いい？ね、もうこれでだから。ね、ちょ話聞けよ、ほら。ふんにやると、まだ誰かしら、あーって言うんだ。なんちゅう、言い切ったら、バン。いくよ。はい、もうなんと限界が来てしまいました。遅すぎんだ。どんだけためんだ。すいませんでしたね。もうはい、こっち来てくださいよ、ね、もうこうなりかねないってことですよ。もうバーバッと広げて、それ飛んで今日は終わりにしたいと思います。じゃあ行きましょう。最後の広さこちらです。さあ、ほんじゃね、もう今日はですね、この階段の間を飛び越えてね、見事反対側にたどり着くことができたら、なんで戻そうとしてんだお前は。ジェニー、ねえ、お前はやめろ、いらんことすんじゃねえよ、いいから。ふいに振り幅すげえな。そのぐらいやんなさい、できんだったら。ダメなの、もうさあ、じゃあとにかくこれ飛んだら皆さん絶対感動してくれるから。な、分かった？いいね。よし、頼むよ、どうぞ。どうぞ。なんで一緒に弾いてんだお前。なあ、じゃあ俺耳だぞ、お前耳くんなや。なあ、じゃあ逆危ねえな。いいか、早く行ってこい、早く。ほらもうやめて、それかわいいから。もうじゃあいい、できるから頑張、泣くな。やめろお前、隙間から反応見んな。すいません、ちょっと皆さんの拍手で勇気分けてもらっていいですか。もうすいません。ねえ、ほら、ね、もう皆さんの拍手聞いてどう思った。ねえ、無理、おまたやろう。無理じゃねえ、無理じゃ。そこは行けよ、俺行ってこい、ほら頼むからね。はい、まあ、お待たせいたしました。さあ、ね、ラストジャンプ挑戦していきたいと思います。じゃあですね、皆さんの最後ちょっと手拍子もらっていいですか。手空いたので結構です。ありがとうございます。
そう逆立ち片手3、2、1、OK いいよ、OK、歌いました次元にもう一度大きな拍手送ってあげてください。はい、ありがとうございます。なんとか皆様の応援のおかげで最後までやりきることができました。以上で僕らの芸は終了なんですが、実はですね、皆様お借りになられる前に最後1個だけ大事なお願いさせていただけないかと思います。実は、我々伝統芸能猿回し、皆様の温かいご声援、そしてご理解のあるご祝儀のおかげで成り立っております。今日なんですけど、こちらのですね、大変非常識なサイズのザルご用意させていただきました。これ持って回ってきますんで、お気持ちご了解いただけないかと思います。ほんでね、海外の方がたくさんいらっしゃいますんで、はい、分かりやすいように形にしてしまうとですね、これください。はい、どうもよろしくお願いいたします。はい、でこれやり方死ぬほど汚いからね、これね。はい、立ってください。はい、お気持ちで結構です。貴重なお時間最後まで本当にありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、ね、じゃあ早速なんですけど、ぐるっと回らせていただきますので、どうぞよかったらもう少しだけお付き合いください。よろしくお願いします。それともどうぞよいしょ。じゃあ、どうぞよろしくお願いします。